ズ・ダーウィンはオペレーティングシステム MacOS 10及びダーウィン上で動作するために移植された x ウィンドウシステムをサポートするディスプレイサーバーであった。これらのオペレーティングシステム上で X11 のために書かれたプログラムの使用を可能にした。ズ・ダーウィンは X4086 開発者らによって作られた分派プロジェクトであるザンクスプロジェクトによって移植された。 X4086 と z o r グ g 両サーバの上流ソースコードにおいて統合されている。もともとはズ・ダーウィンは動作するために X ウィンドウマネージャーを必要とした。このタスクのためにオーロバロスと呼ばれるウィンドウマネージャーが作られた。これは別の X ウィンドウマネージャーであるオラバウルスを元にしていたが、ネイティブの MacOS ウィンドウマネージャーらしく見えるように改良された。 ズダーウィンのより最近のバージョンは、ルートレースモードでも作動できる。つまり、X のためにこういったプログラムを区別に必要とする代わりに、ネイティブのウィンドウマネージャーと統合されている。Apple の X11、a p p の導入前は、ズダーウィンが OS10 のために唯一の X11 サーバであった。ザンクスプロジェクトによれば、 X11、アップ、それ自身がズ・ダーウィンからのコードを含んでいる。Openofice.org f といったプログラムは X11 ウィンドウ環境において動作するためにズ・ダーウィンを使用する。ありがとうございます。